はい、今回はちょっと松山プロの新しいゼクシオをちょっと紹介したいと思います。はい、はい、久々にゼクシオを見ます。お、カチャカチャ機能ついてます。ちょっとフェース上にこのボコ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 してこれはアクティブウィングって言います。これは空気抵抗かなんかを考えてやってるやつですね。確かそこにあのアクティブウィングがあると、ダウンスイングの時にスムーズに切り返してここですね、インパクトにヘッドが戻ってくるのが安定すると。ちょっと一回このぜひカチャカチャ機能やってみますか。あ、カチャカチャ、まあ、ちょっとか顔とかね、はい、ちょっとやってみますね。ちょっとスリクソンではあったと思うんですけど、ゼクシオは多分初めて、ね、初めてです。ちょっと勝手に向きを変えてみます。まず最初のスタンダードの印象どうでした？スタンダードの印象はやっぱり優しいなっていう、やっぱこうスリクソンに比べたら優しいなっていうイメージですけど、今までの多分ゼクシオの中ではすごいこうアスリート向けみたいな感じのイメージを今受けましたね。しゃ、ちょっと打ってみますね。はい、お願いします。さあ、でその後なかなか打つチャンスなかったんですけど、めちゃくちゃいい球、このまま試合で使えそうですね確かにいつも見てる弾道とあんまりそんなに大きく、しかもボールスピードもなんか結構速そうな感じだからいいですね。これちょっと打感が特に柔らかい感じがして、なのになんかスピードが出るんでなんか面白いなって。あのスリクソンでも使ってたリバウンドフレームが今回からゼクシオにも、そうですね、ここ書いてるんでそうなんだろうなと思って、だからこう打感がすごく柔らかく感じるんですかね、うん、柔らかく感じてボール初速も速いと、はい、いやかなり